みんなごきげんよう、立石学院長のひろくんです。今日は大学のノーブースに遊びに来てます。こちらです。すごいかっこいいよね。ダイアクロンの担当の方に商品を紹介してもらいたいと思います。それではどうぞ。どうも、担当の小野です。こんにちは、よろしくお願いします。ヒロ君はダイアクロン知ってるかな、はい、ダイアクロンは知らないで教えていただいてもよろしいですか。そうですね、はい、宝トミーは宝が昔1980年から続いてあったおもちゃがあって、4年間続いたガンダムね、こちらの方を、はい、あの今回ちょっとリブートしようということで、去年の5月の28日に商品が発売されまして、はい、ちょうど、1年を迎えました。あ、はい、そうなんですね、はい、昔にあったおもちゃがまた再販されたってことですか、はい、じゃあ、はい、大人のファンの方はもう本当に食いついて、ね、はい、おじさんたちが、はい、ガング遊びをして楽しんでる商品です。今回の目玉を教えてください。はい、はい、今回の目玉はですね、はい、こちらの方でビッグパワードという商品がございまして、はい、こちらの方を今年また年内に発売します。はい、すごいかっこいいですよね、はい、で今回ちょっと色塗ってないんですけど、はい、この色塗ったやつを今度、こちらのダイアクロンエキスですね、こちらの方が7月の8日に開催されるんですけど、はい、こちらの方で、色を塗った彩色バージョンを発表されます。はい、そちらでこの色を塗ったバージョンが見れるってことなんですね、はいはい、他には何かありますか。はい、であとですね、ちょっと秋口に新商品として、はい、こちらのパワードシステムの、はい、ジャイロセプターという商品、あとこちらのダートローダーという商品を、はい、発売します。こちらも買っていただくと、はい、さらにこうシステム玩具っていうか、いろいろこうパーツをつなげて遊べる大人の玩具になります。あ、はい、もういろいろつなげたりとか、いろいろつなげて、あの、はい、ガンガン遊びができるっていう。あ、そうなんですね、はい、気になったんですけど、こっちで使ってるのは、でこちらの方が、はい、先ほどに話しましたダイアクロンエキスポで限定販売する、はいはい、商品になってます。こちらがコーディネリアで、はい、こっちヘッドユニットコレクションということで、はい、アンテナのところが ABS 仕様になってます。しっかりした素材でできてるってことですね、はいはい、クリアバージョンってなかなかないんで、このイベントに行かないと購入できないレアな商品ですね、はいはいはい、いや、ダイアクロンかっこいいですね、はい、ぜひね、ヒロ君より下の年齢の方もダイアクロン知らない方が多いと思うんですけど、このイベントに行けばダイアクロンのこといっぱい知れるんですよね、はい、そしてなんと入場が無料なんですよ、はい、だから誰が行っても入れるので、ぜひダイアクロンを、はい、堪能しに遊びに行ってみてください。ダイアクロン他にもですね、いろいろあるので、ぜひホームページをチェックしてみてください。本日はありがとうございました。次回もおもちゃ城からお送りします。バイバーイ。立石学園チャンネル登録よろしくね。